どうもアローハー、いつもの親父です。今朝も1時間まで30分ぐらいですか、40分ぐらいこの格好で除雪しました。今ね、どこに向かってるかと言いますとね、出雲大社です。私たちいつも出雲大社に初詣で、この間も3日の日ここ歩いてってたんですけど、わかりますか、こっち側海ですね。今どんど焼き、どんど焼きじゃない、どんど焼きでのやつを去年のお守りとか、昨日まで鏡開きするまで飾ってやったものとかを持ってくとこです。寒い、スマホ電池なくなったら困る。また反対向きです。ちょうど足戸から海に行く右カーブですね。もうちょっと行くとサッカーボールみたいな穴開いた変なオブジェがポケストップです。これを撮影したらきっとまたブラックアウトになりそうなんで怖いですな。またいつも大社近づいたら撮影してみます。じゃあね、いつも大社到着です。今どんどん焼きのものを置いてきました。終わった後ね、置いてきた後ここで今チーム戦やってました。赤チーム3匹だけだったので黄色にしました。じゃあ阪神ドーム戻ります。みんな結構車で来てますね。これ歩道ね、こっち側行くとなくなっちゃうんで、また右側に渡んなきゃならないんですよね。それがめんどくさいんですけどね、もうしょうがないですね。いいかな、会社だって。ちょっと反転しますね。出雲大社、実はポケモンのジムです。ご視聴よろしくお願いします。まだ還暦までの僕はあるんで、その時まで役払いに行きますね。前役、本役、後役と3年間続きます。帰りの道、あそこのカーブのところにね、変なサッカーボールみたいなのがさっき あるんですけど、あそこポケストップです。反対側のね、あそこになんかね、東屋みたいなのがあるんですけど、カーブのところにね、今雪で見えないですけど、そこもポケストップです。で次の信号のみ、港の玉見とか行くところの信号のところにもオーロラの看板があるんですけど、そこもポケストップで、ちょっと向こう行くとトンデン兵の石碑があって、そこはジムです。なんか昨日からジムがちょっとだけ遠くまで見えるようになって、阪神のからそこのジムが見えるようになったんですけど、冬そんなとこまで行かないですけどね。まあ昔ウォーキングしてたら行ってたんですけど、うちのやつでも全然歩かなくて怒られてます。太っちゃってね、ダメですね。ポケモン中心のウォーキングになっちゃったから全然歩かないです。これ反対渡りますか。スマホの電池大丈夫かな。車来てません。風が寒いんですよね。ここまでスマホの電池が持つかが問題ですけど、ちゃんとね、歩道除雪入ってる。
We'll be right back.